かしこまりました。はっ。はい、信長の野望大使ウィズパープキット、信長誕生シナリオの芝北賀編ですね、ご視聴いただきありがとうございます。これ第10話になります。はい、ではですね、歩兵の方はねちょっとちゃんとしておきたいなと思います。結構ね歩兵がねしていなかったんですよね。かしこまりました。なのでちゃんと歩兵すればそれなりに金銭収益もねだいぶ良くなるとは思うんですけどね。はっ。かしこまりました。相当あれですね、あの前回あの歩兵をねしていなかったんだなっていうのはね見てわかると思います。はい、まあ、こんなもんですね、多分。こっちの方は多分取ってはいないはずなので。はい。はい。ではね、進めていきたいなと思います。この志、果たさずに死ねるかよ。倒せると思います、多分ね。問題ないですね。勝てばよい。それが戦よ。あ、そう、どうせだったらあれですね。どんどん兵出しちゃいますか。ここら辺とかも多分出していった方がいいですよね。兵も出そうですし。このぐらいで。あー、もっともっと出さないとダメですね。30日以降。38。このぐらいかな ?1 万。出陣するぞ。あ。あ、2800か。2800だったらここら辺でちょっと撃ち落としてからもいいですね。撃ち落としましょう。ここで撃ち落とします。出陣する。うん、ここ落としちゃいましょう。 H5 上杉と兵は5600いればいいみたいですね。まあ、1万8000ぐらいでいきます。出陣する。じゃあ、こんな感じで進めていきます。攻め込め。お、いいですね。出てきてくれます。勝てますね。負け犬ども、消え失せい。部分入場させて、諏訪さんかな?うん。ああ、1でした、1でした。やばいやばいやばい。合流で。入場じゃない、合流ですね。合流で。集合場所はここで。遅れを取るな。手を打ちましょう。じゃあ、諏訪さんに行きたいなと思います。遅れを取るな。勝てるんじゃないのかな。こんな戦場あれでした?手を打とう。負けてるような気はしないですけどね。手を打とう。まあもう当たってるみたいなんでね、こういうような感じで頑張っていきますね。あら、負けちゃいましたね。おかしい。まあじゃあここに。
まあ、2万7000ぐらいで迎えます。進むのだ。手を打とう。進むのだ。じゃあこんな感じでね、進めていきたいなと思います。これは方位かな。2箇所ですね。じゃあ2箇所で方位でいきます。かしこまりました。ああ、水攻めでいいですね。78ですからね。仲間にします。ああ、宇都宮もですね。この辺ですね。はい。報告します。先月の収支です。リーチ。じゃあ、歩兵しましょう。宇都宮、ここか。ここと、はっ。あと、この辺。ここですね。はっ。ここも歩兵しておきます。かしこまりました。では兵糧を買っておきます。行いましょう。半分かな。かしこまりました。じゃあそのまま進めていきますか。うん、問題なさそうですね。じゃあ進めていきます。なんかここ少ないね。ああ、もう兵出ないか。兵出ないので諦めます。皆の者、我に続け。待つとしようか。ゆるぎません。ありがとうございます。もう終わりか。早かったね。で、これが19200。行くぜ。17、ここのがいいですね。ここで当たりましょう。待つとしようか。破れし者は朽ちるもん。あ、20日ぐらいじゃないかな、これだと。10日ぐらい、いいですね。こちら強行25日ですね。椎名さんですね。と、じゃあこれは成政さんは、じゃあこっち行きますか。行くとするか。この辺狙っておきますか。いざ参ろうか。強行62日ですね。うん、他愛もないものだ。いいですね。仲間が増えましたね。そしたら、なんか、行きます。負けそうな気もするんですけどね。2万対1万6000じゃ負けますね。これ行ってみますか。ちょっと時間かかりますけどね。出陣する。商いを始めましょう。報告します。
先月の収支です。ご命令を。兵糧変えましょう。取引を行いましょう。あいつ全部買ってもいいんですけど、半分ぐらいにしておきます。ああ、この辺落としたね、そういえば、さっきね。かしこまりました。ラバー落としてないですね。あ、ここ落としてるみたいですね。かしこまりました。こんな感じで。あとは、あ、これ止まっちゃってる？動かない？これ。いざ参る。あ、あと4日で来るみたいですね。待って、待ち伏せします。何しようと思ってたか忘れちゃいました。ああ、そうだ。これあれですね。手紙をね、配ろうと思ってたんですね。かたじけない。かたじけない。かたじけない。こんな能力弱いのに。20ないと青にならないとか、ちょっとふざけてる武将ですね。方位で55日でいきます。この城、もらったぞ。はい、ではそのまま遅れを取るな。最後のね、お城を取りに行きます。今川さん強いね、勝てないですね。勝てますね、これね。生殺与奪、全て勝者の思うがまま。そしたらここゼロなんで、こっち狙います。行きます。さすがにこっちの早いでしょ。今ここで当たった兵ですからね。ここ34日です。勝てますね。優雅な戦であった。カンバル強行42日ですね。切磋が告げ口しなければ、今川さんもねだいぶ楽運を落とせるんですけどね。いつも切磋が、ね、志果たさずして賞は終えられぬな。いや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 、っていう話をしていたらね、切磋を面白い使ってきましたけどね。行きます。出陣する。したらもうこれ行こうか。ここまで来ちゃったら結構時間かかるもんね。ここまで行くのに20日ですもんね。返します、起乗します。姉がさんがここにいるんで、これす一個一個してきますね。気をつけないと。結構 いっぱいなんか生まれましたね。あ、姫武将来ましたね。報告します。先月の収支です。これより表情を行う。軍事論議で良さそうですね。これにて表情を終える。
6人も来ましたね、今年元服。おー、この武将使えますね。まあ、一人ぐらいですかね。この形ぐらい。魚でも使えるんで、すごくいい武将ですね。ご命令を。取引を行いましょう。取り計らいます。この城、もらい受ける。うん。あとは、家康くんがいるのか。特にこれ勝てないんで、返します。ここだったら負けますね。負けられぬのでな。出陣するぞ。ん？間違えた。手を打とう。まあ、兵数差で勝つんじゃないのかな、向こうは先着でもね。出陣しよう。誇りにかけて、負けはせぬ。はい、勝ちましたね。行こうか。じゃあ、富山行きまーす。いざ参ろうか。方位30回ですね。こっちは方位で103日。見たか、我が軍略を。シーナさん落とせましたね。4000。4000しかいない。行くぞ。姉がさんに本当は行きたいんだけど。進め。姉がさんに行くと、ここと坊主と戦争になっちゃうんだよね。我らとて負けられぬのでな。武田軍強いですね。やっぱさすが騎馬隊なだけありますね。そしたら、これは、これ、いざ参る。出てきてくれなかったんだね。出陣する。じゃあ、上杉団地をどんどん攻め込みましょうか。ここら辺。出陣するぞ。志果たせぬか。あ、死んじゃった。報告いたします。先月の収支です。議地を。まあ戦場的にはまあ問題なさそうです。あとここら辺だけですもんね。じゃあ確認していきます。強行51日、大丈夫ですね、兵力差的にね。勝ちはいりません、ありがとうございます。勝てばよい、それが戦よ。ああ。ちくしょう。手紙を渡すの忘れてましたね。この城、もらい受ける。
行きます。我に続け。ここはまあ通常攻撃できますが、なんか落とせなさそうな気がしますけどね。果たさずして賞は終えられぬな。ちょっとあれですね、流行り病ですね。先月の収支です。ご命令。では手紙加わりましょう。かたじけない、かたじけない、かたじけない。はい、ということで、ホイモンも落ち着いてるみたいですね。まあ、講話とかしつつ、で、次進めていきたいなと思います。ご視聴いただきありがとうございました。